ぶその里はですね、正式名称が事業協同組合琉球アーモリー古巣の里っていうんですけども、43社のアーモリー業界で作った協同組合なんですね。古巣そのものが5年10年と寝かさなきゃいけないんで、本当に小さなメーカーがですね、簡単にできるものじゃないん で、みんなで集まって力を合わせて貯蔵しようじゃないかということで、作った会社です。熟成っていうのはお酒がまろやかになるというだけではないんですね。育っていて別物になるんですね。これが熟成、特に青森の空巣作りっていうのはそこにあります。ですから5年熟成したものとさらに15年ものとか20年ものが出ますけど、全く同じタンクにあったのに全く変わります。空巣の里は単一のメーカーのものじゃありませんので、数社のお酒をブレンドできるという強みもあるんですね。組み方としては、カラカラに入れて、小さなチブゴアって言うんですけど、もうおちょこのちっちゃいやつですね、これでストレートで飲んでくれと、決して水割りはしてくれるんだと、せっかくね5年も寝かせてるものですから、水で割ってまた新酒みたいになっても全然意味がないんで、本当に5年間しっかり寝てますから、この味を味わっていただきたいということでストレートでおすすめしてます。世界やっぱりこう輸出していくにはエビデンスが必要なんですね。熟成に関するエビデンスですから、寝かせて良くなるよっていうだけではやっぱり世界は通用しませんので、これをもっと学問的に研究をして、で熟成っていうのはこういうメカニズムでこうやって青森っていうのは美味しくなるんだという、そのエビデンスをこう研究していくのも私どもの役目ですね。